お晩です。お晩です。酔ってる。お飲みになってる。この間もビデオの話したでしょ、うん、その時に、スーさんがツイッターで書いてたんだけど、俺、うん、が褒められるたびに、鼻が膨らむって。膨らんでた。言ったら、ちょっと、クリアマグネットクリップで挟んでみました。俺があんま褒めなきゃいけない。褒めてもらわない。いや、そうだ。褒めてもらわないと俺、話進まないから。あんま褒めたつもりないんですけどね。それで思い出したんだけどさ、ちょっと別の話。子供、中学生ぐらいの時かな、鼻の高さに恵まれてなかったのね。中学生ぐらいの時中学生ぐらいの時。それを克服するために、家帰ったら、ずっとこうやって洗濯バサミで、鼻つまんでたの思い出した。誰に憧れてそんなの？それ何でしたっけ？マグネット？マグネットクリップ。クリアマグネットクリップ。クリアマグネットクリップ。絶賛。通販中ですよね。今鼻挟んでたやつは売り物じゃないからね。いい加減なテレビ。じゃあ今回も、前回に引き続き、昔のビデオを見てみようのコーナー、第2弾。ということで、今回は、ナイスナイスナイス。はい。ですね。はい。はい、そんなに素材がなかったんですよね。なかった。なんか見つけたっちゅうのった。見つけた、あのね、インスタ、うん、僕のインスタに、当時の、これ見たことあるかな？今見える？見える見える。これ何だか分かります？分かんない。ナイスナイスナイス。ああ、どっか、あの、撮影する前に、そう。あれでしょ、こういう風にやってみたいんだ、みたいな、やるんだっていうのをみんなに説明してんでしょ。そうです、そうです。下がってったら、朝日くんが、今、壁際で、うん。見えました。いや、見えました。なんで、ここ、この顔、この顔。全然分かってません。一応真剣に聞いてるふりしてます。これ絶対分かってない。これ撮影前にこうやってカメリハみたいなことするのって珍しいですよね。そうだね。多分今俺すごい覚えてるのが、うん、このビデオに関してはどうなるか分かんないよって実際撮ってみないと映像と人間との関係性がもう想像できてなかったのね。もしかしたらこうなるのかなぐらいなのはあったんだけど、動きながら撮ってみないとどうなるか分かんないから、もしかしたらすごくつまんないもの、平坦なものになっちゃうかもしれないみたいなことを言ってたのは覚えてる、ね、で最初これ、ね、ナイスナイスナイスにしようとしたので、壁に消す、後で消すんで直接書いてもいいですかって言ったら壁に壁にマネージャーに止められた。バカにじゃん。さすがに。だからあの、マスキングテープでナイスだけにしたね、確かね。ああ、まずね、これ、そうだ、その前にね、うん、この、4枚目、うん、?4 枚目見てもいいですか？これ。ああ、これね、俺もこれね、久々に見て、結構か、うん、すごいな、俺って思った。そうそう。赤い線がカメラで、位置っていうのは、絵コンテの位置なのね。一番。ああ、絵コンテの位置か。うん、そうそう。それで一、ずっと下がってって、6になるでしょ？はいはいはい。それは、絵コンテの6。ああ、つまり一番。の位置。なるほど。これだからカメラがこうやって下がってって、うん、及川が映り込む。映り込む。映り込んだら、実は俺も台車に乗ってんのね。結構高め。そうだっけ？そうだっけ？そう。それで、誰かに引っ張ってもらってるか押してもらってるかで、うん。で、カメラと一緒に、実は一緒に下がってって。そうすると、俺はずっと同じ大きさ、
映像に対してずっと同じ大きさなんだけど、うんうん、映像はもう5メートルぐらいの映像になってるね、実は。そこにスーさんが入り込んでくると、すごい俺がでっかいのにスーさんちっちゃい、あ、なんか変な違和感があるはずなんだよね、うん、なるほどね。カメラ、その移動するカメラっていうのが、うん、あ、これこれですね。まず、ワゴン、キッチンワゴンみたいな、うんうんうん、台車がつ、台車、ね、発車がついた台車の上にカメラを置いて、うんうん、その上にプロジェクターを置いて、うんうんうん、だから一緒に動くってことだね。そうだね。そう、カメラマンはそれをワゴンごと動かしてるっていう。うん、これは多分オープニングの方での準備なのね、うんうん、だからが実際の画像はもう50センチぐらいというか1メートルないぐらいの大きさでしょ。あのプロジェクターの画像ってこと。プロジェクターの画像、うん、うんうん、だけどさっきのもう一個の方をこれだと、もうこれかな。あ、これもわかりやすいね、うん、多分もうなんプロジェクターの映像がここに壁があって、そう 3,4 メートルになってるでしょう。距離が離れてるからね、ここが。そう、うん、だけど画面に対しての映像のプロジェクター映像の大きさは変わんないんだよね。うん、この映像ね、この映像。そう、なんて説明したらいいんだ。だからで、思った以上にうまくいったんだよね。そうですね。予想を超えて良くなった。うん。これ2枚目ですね。はい。あ、で、この、あれか。プロジェクターの映像っていうのは、うん、もう音、音がリンクされてるんですね。うん、そう。これ正月に帰っ、実家帰った時に、旭川空港から、撮り始めて、でピップで休みの時に撮って見てみます。いや、うん、これ村上山だね。どこですか。これあれだよ、これの手前で、私をよろしくをと、うん、そうだよね、撮ったりました、うん、あのなんとかバージョン、何でしたっけ。冬の朝バージョン、冬の朝バージョン、うん、カメラがこう縦に動くときは映像も縦に動いたりとか、そういうのを入れ替えたりしたんだよね、ちょっと。ああ、横に動くシーンと、そうそうそう、今のボタン行きはゴーダカメラの前。ゴーダカメラってなんですか。ピップの人しかわかんないわ。ロケーションはピップってことでいいんですね。ほぼほぼピップと汗かくとね。ああ、うん、やっぱこう夏の冬の見慣れた景色ですよね、我々は。そうだね、やっぱり、うん、すごい懐かしい気持ちになる。なるよね、うん、うん、結構ボタン期間出てますよ ね、 これエアドゥ、ね、そうそうそう、こんなに吹雪いてたっけ、ね、こんな吹雪いてた。これが旭川駅。ああ、これ駅、うん、で、これ、これはもうあの新しくなった、汽車の中から撮ったの。ああ、なるほど、うん、これ東横インね。うん、なるほど。ここの奥に、うん、なんか材木場みたいのがあって、うん、そこにカブトムシがいるっていう噂が流れて、いつの時、いつの頃、小学生の時、小学生の時、うん、カブトムシっていなかったのね、うん、クワガタしかいなかったの。カブトムシはもう本州から流れてきたやつらなのさ、うん、材木に卵かなんかついてて、木にね、はいはいはい、それでそこにカブトムシがいる噂になって、みんなでチャリこいでのここを越えていった。ここ？これ？この辺、この辺を越えて、もっと奥まで、隣町まで。2枚目。これ2枚目です。はい。A メロ折り返し。これ、なんて書いてあるんだ？マッチョじゃない、レッチリのイメージ。
マッチョじゃないね、っちりね。あ、そうだったんだ、この2人。7番ね。向かい合ってやるっていう。S と Y、鈴木と山田、遠距離で向かい合い、目線合わせながら演奏。本、目線合わせながら演奏してんだ。バンのシャツをかぶったり。ん、ね、あれよかった、ね。そうあれよかった、ね。パーカーパグンってかぶってね。うん。うんうん。ウカさんがやっぱ若いですよね、これ。若いよね。髪。やったったやったったって顔してるね。なんかすごい。いや、これまだ、まだ大変だぞの顔だよ、これ。あ、そうかな。結局、そのスタジオって、白バックのスタジオってさ、うんうん。真四角じゃなくてさ、うんうん、角はさ、ちょっとこう、ぬるってこう、そうそう。曲がってるでしょ。うんうん、だから、そのぬるっていうところに、映像が行くとちょっとこう歪むんだよね、うんうんうん、実は、うんうんうん、この歪んでる歪んでる写真あったかな、映像最後に見る、最後に見る、うん、ね、そりゃネタも切れてくるわこの虫眼鏡俺でしたっけ、うん、のイメージだな、あ、こっから始まってんだ、映像が。うん。あ、じゃあ、同じだ。同じだね。さっきのだ。うん。そう、俺が出てきたけど、で、うん、カメラはずっと下がってて、それに、ちょっと遅れて、俺も台車に乗って、引っ張られて。そうか。で、ちょっと高いところなのね。だから、位置が。高さが全然違うでしょ、スーさんの。ほんと、うん、そうだね。うん、これでもうちょっとした違和感みたいな、うん、あれっちりきましたよこれここでグニュンってなるのもあのね、ワゴンごとちょっとギュッてやるから、うんうん、急にこう入ってきたりとか、うん、ちょっと変だもんね、あ、これここ、ね、ここ歪んでるやつね、そうそうそう、壁右側が歪んでるところね、ちょっと行き過ぎちゃったっていう、うん、ここも相手残すというか、わざとじゃないけど、うん、うん、分かる人には分かる、あ、そういうことかね。そうですね。これがゴダーカメラね。分かんない。これピップ飛んでるね。ピップ飛んでるね。ピップ飛んでるね。あ、我々、出ましたね。出ました。これで、この遠近法の妙だよね、これ。うん。うん、そうだね。そうだね。あ、いいですね。これね、こう、名作ね。名作だね。名作。見せ前。ああ、吹雪いてるわ。あ、こんな吹雪いてたか。めっちゃ吹雪いてる。結婚になった時かな。あ、そう。もしかしたら、エアードゥだもんね。2、3日帰ってこれなかった時あったんだ、正月帰って。ああ、そうなんだ。これピッペイチ。そこ見てなかった。ああ、いいですね。締め。ここからどんどん弾いていくんだね。そう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 。弾いてくから、朝日くんも出て、ちょっとずつ出てくるっていうね。うん、だほとんど動いてないんだよね、演者は。演者は動いてないね、その場だね、うん、大体。そう、カメラが動いてるんだね。うん。だけど映像、うん、映像のかテレビの中での映像の大きさが変わらないから、うん、みんなが動いてるように見えるんだよね。そうだよね。うん、これ今も急いで俺カメラの後ろ通ってバーって後ろ通ってバーって言って下手の一番下手に行ってる。ここで4人が定位置に持っていって。ようやくね。え、うん、
これもいいね。いいですね。そう、結構カメラ揺れてるんですよね。うん。自分。もうこれギリギリ。もうギリ、スタジオギリギリ。下がれませんって。で、あ、朝日くんの決めが入るからね。なぜかこうやって終わるっていう。いい加減なテレビ。なんかこうやって見ると、やっぱ、結構俺は好きなミュージックビデオの上位にありますね。ナイスナイスナイス。これはもう、だから、ブージークラクションに限らず。世界中のミュージックビデオでしょ。ああ、そうそうっす。鼻膨らんだ。鼻膨らんだ。そうっすね。てか、あれですね。またビデオ作りたいですね。そうだね。なんか考えようかな。いや、考えて。はい、じゃあ、ありがとうございました。あれ